男性の方ね、見てらっしゃったら、はい、少しモテたいなと思って声のトーンをね、男女問題研究家の山崎セミコです。本日の恋愛大学のテーマは、男はビジュアルがいまいちでも勝負できるよっていう件でお勉強していきたいと思います。本日も恋愛大学助手、黒姫ちゃんです。恋愛大学助手の黒姫です。どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。セミコ先生、はい、今回は男性からの依頼なんですけど、はい、お便りなんですけど、はい、翔さん33歳の方からです。はい、僕はビジュアルがいいとは言えないのですが、はい、出会いを求めていて、ビジュアル以外のアピールポイントを探しています、はい、女性から見てビジュアル以外で魅力を感じるところを教えてくださいということなんですけれども、なるほどね、はい、これやっぱり1位って清潔感かな。それは大きいです ね清潔感って言って、まあこれ清潔感っていうのは当たり前のことやからね。そうですね。ここで異性をこう引きつけれるか言ったら、まあ嫌われないじゃないかっていう、これもベースのベースやからね。そうですね、うん、であとはまあ顔とかいろいろ来てますけど、これ意外な何かって言ったら、皆さんね、これ見てらっしゃる方、男一体何って思ってるかもしれませんけど、まあ、発表したいと思います。何でしょう。はい、声です。声。ああ、なるほど。これね、声ってね、非常に男性ってね、占める割合高いんじゃないかな。いや、確かに声は本当にポイント高いです。大きいですね。大きいよね。これは意外に思うかもしれませんけれど、うん、声でね、いろんな研究なされててね、はい、例えば声総研さんっていうところが、うん、全国で20代から50代のね、アンケート取って男女800人に、はい、そしたらやっぱりね、声のね、いい人っておかしいけど、男性の場合は特にね、はい、低めの人の方が恋愛でなんか成功してるんだって、はい、成功してる確率が上がってるっていうのと、あとね、ビジネスでもプラスに生きてるっていうアメリカのね、大学の研究で、ここもね、800人ぐらいの男性社長を集めてね、はい、声の高さを測ったんだって、そしたら低ければ低いほど会社が大きくなったり、給料が上がってたりとかいう風になってるから、まあ、政界や実業家の人とか社長さんクラス、はい、まあ、そういう政治家の人とかはあんまり高い声になるよね。そうですね、やっぱり聞きやすい、落ち着いた声の方は多いですね。そう、だから声ね、これね、俺はどんな声だろうと思ったら、人に聞いてみたらいいと思うよ。ああ、確かに。例えばね、すごくこうイケメンで、はい、私顔の種類で言えば、もうこの種類言うとおかしいですけど、そんなに面食いじゃないけど、どういう顔が好きですかって、お醤油顔が好きなのね。ディーン・フジオカとか、はい、ね、ああいう人の方が好きなんだけど、ああいう顔立ちの人が、さかなクンみたいな声出してる。さかなクンごめんなさいね。さかなクンみたいな声とか、クロちゃんみたいな声出してる。あ、かなちゃん。もうギャップありすぎて、ありすぎてどうしようですね。ほんま黙っとけみたいな感じになると思うの。ね、本場行ったらお前も喋んなや、黙ってる方がみんな来るでみたいななると思うの。これ想像したら分かりやすいよね、皆さん。はい、あ、そういうことかみたいな。で、さかなクンの声は高いですよね。そうですね。うん、なんかさかなクンはさかなクンだからこそあの声でやっていけてるみたいなところはありますよね。そう、だから声の高い男性のランキング入りしてるのが、さかなクンと、あとクロちゃんと、あとあれ、俳優の相川翔さんね。あの人もまあランキングしてるんだけど、例えばさかなクンで声が福山雅治やけど、それはもう声だけ聞いて電話でずっと喋っててもいいぐらい、声ってね、はい、男性のね、意外なね、女の人がセクシーだなって感じる1位なのね、これ。そうですね、うん、だからなんていうのかな、声の質ってね、私絶対変えれると思う。あ、変えれるもんですかね。うん、話し方とか、私それ思ったんがね、もともと韓国ドラマとか好きなのね、はい、もうずいぶん前からね、はい、で時々見てるんだけれど、一人二役やってる映画とかドラマってあるじゃないですか、はい、
方や一人はお金持ちじゃなくて少し貧しいか、はい、貧しくておどおどした男性を演じて、もう一人は王様。うん、真逆の真逆。そしたら話し方もその仕草も全部変えてるのね、はい、うまいなと思うな。だから変えれるってことなんですよね。だからその貧しい、役をやってる時は、はい、おどおどして声も上ずった喋り方するのね。なるほど、うん、でも王様の役の時はやっぱりこうドーンと構えて、で声も低い、うん、しっかりと安定した声をって、そう、地高よれみたいな感じで話してるの見たら、これお金をかけず自己矯正できる一つじゃないかな。あ、なるほど。声と仕草ちょっとマッチングさせてくださいね。これはペアでマッチングさせてほしいんですけど、声と仕草は絶対できると思う。なるほど。じゃあ、もともと生まれ持った声と変えようと思ったら、うん、ちょ、努力すればできるかもしれないっていうところは、そうそうそう、高い声だから、まあ変な話、カラオケ歌う時でもパーツが、はい、私は歌いたくそうなんですけど、すごい上の高い声の時と低い声の、はい、まあ歌って強弱上下あるじゃないですか、はい、その時に高い声を出すし、低い声も頑張って出すから、だからやろうと思ってできるはず。確かにこうトレーニングの方法としてはありかもしれないですね、うん、ありなんです。だから私ね、私ももともと声低いんだけど、女性で低いっていうのはどうなのか、まあそんなにね可愛らしくはないんですけど、めちゃくちゃ低い時あってね、うん、であるラジオ番組でそのアシスタントの子に少しちょっと叱られたんやけど、はい、先生声低すぎとか言って、だから初めに、今日はゲストの山崎聖子さんが来ていただきましたって言って紹介した時に、はい、山崎です、そんな低かったんですか、低かった、入りが山崎ですとか言って低い入り行ったらトーン低くなるよね。あ、だから今は恋愛大学は山崎聖子ですって上げてるってことは上げれてんだよね。歌あんまり上手じゃなくても上げれてるから、男性の方ね見てらっしゃったら少しモテたいなと思って、声のトーンをね、誰か自分の好きな俳優さんを真似してもいいかも。確かに。クリムちゃん誰が好き、声。私、福山雅治さんはいい声ですね。わかる。結婚しちゃったからね。そうですね、残念だけど。私はね、この人5位だったけど、佐藤健さん。あ、俳優さん。ルローニケンシンとかで出てる時に声がいいのね、佐藤健さんって。うん、声が、あの顔見てたら、なんかチャラくて声高いんかなと思ったんやけど、意外とですよね。意外とね、低いの。ここはね、ポイント非常に高いので、皆さんぜひ俳優さんを真似て、低いトーン、そして落ち着いたトーンでお話しいただくとモテるんじゃないかと思います。そうですね、はい、やっぱりその見た目が第一印象ではあるんですけど、うん、次にこう喋るってなった時の声の印象も本当に大事なのでね。だから魚くんでもね、あの見た目で魚の帽子を脱いで普通に声が福山雅治さんやったら霊体ショーになるかもしれませんよ。だってほら中村美智也さんも人気あるのね。そうですね、あの人も声なんかトーン落としてらっしゃるでしょ。ここはね、あえて高い声の人とか自分がモテないなと思ったら武器にしてもいいと思う。確かに低めに話すっていうのは一番おすすめで、お手軽で、お金もかからず自分の努力だけでできる、モテテクニックだと思います。はい、そういうことで、あ、面接でも使えるかな。あ、確かにそれは大きいですね。ね、面接でも使えると思う。ある程度低めで喋ったら、なんていうの、男らしい、で安心できる、で信頼できそうとか、なんか好感度上がると思いますよ。そうですね、まあ、最初に蝉子先生おっしゃってくださった、成功者もやっぱり低い声が多いっていうのにつながりそうですよね。そういうことやの。だから何か例えば社員さんの前で話すときに、今期はこういうふうにコロナで大変だったけどみんな一丸となって頑張ろうよっていうのを低い声で言われて、説得力あるよね。そうですね。でもごめんね、さかなクン、まあ、クロちゃんにしよう。クロちゃんが高い声でね、頑張ろうとか言ってもはぁ、ってなるっていう感じになるのと同じなんで、そうですね、簡単にできる方法なんで、ぜひ皆さんお試しください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。